どうも、カズドリのカズです。今回は定番フェイントに一手間加えて股抜き技にしてみた。定番フェイントとはサッカーをやっていれば誰もが知るフェイントのことです。誰もが知っているということは読まれやすいということ。今回はそこを逆手に取っていきます。ということで、今回使用する定番フェイント一つ目はこちら、ダブルタッチ。続いて定番フェイント2つ目はこちら、エラスコ。この2つの定番技がどうやって股抜きになるのか、それでは早速いってみよう。というわけで、まずはダブルタッチに一手間加えた股抜き技を紹介していきたいと思います。それがこちら。まず利き足スタートのダブルタッチを行います。ここで通常は逆足で前方に運ぶのを利き足側に再度戻します。そこから股抜き。1対1で使うと まず狙うのは半身になったディフェンスの背後。ダブルタッチを見せることで体の向きを反転させないと抜かれると思い込ませます。そうすることで邪魔になっている前にある足が下がり、股にボールが通ります。先にダブルタッチを見せておくことで足を出してこなくなったディフェンスに有効です。試合で使うと事前にシザースを入れることで足が出しにくい状況を作ると成功率も上がると思います。それでは次にエラシコに一手間加えた股抜き技を解説していきたいと思います。それがこちら。まず利き足でエラシコを行います。本来なら2タッチ目で逆足方向に大きく蹴り出すのですが、このタッチを弱くして再度利き足アウトで股抜きを狙っていきます。1対1で使うとこの股抜きは利き足側を切られている場合に有効です。エラシコによって逆足方向にかわすと思わせ、足が出てきたところを股抜き。さらに実はこの技、股抜きだけでなくカットインにもつなげることができます。カットインの場合は逆足側を切られている時に有効です。ディフェンスの動きは先ほどと同じ、エラシコによって逆足側にかわすように見せることでディフェンスが利き足側を開けてくれます。利き足側を切られたら股抜き、逆足側を切られたらカットインと覚えておきましょう。広く知られている技は股抜きと非常に相性がいいです。他にも股抜きにつなげられそうな定番技があればぜひコメント欄まで。この動画が参考になったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。